なんじゃ、今さら思い出したのか。ミコ、これはあなたの計算ですか。意識を物体に憑依させる技、誰に教わったか忘れたとは言わせぬ。もしや何時、己の願いだけで A の意志に勝てるとでも。何時はここにいる。彼らの願いはとっくに何時に宿っておる。じゃから目を閉じるがいい。メガリレーを廃止してほしいです。断ち切ります。もっと、まずい。たはっ、ライメイド、無念無双、すべてを無へ。瀬戸際だろ、俺迅速。油断した。逃げられるかな。やっほっ。無念無双、すべてを無へ。社長の兵器迅速。ライデンがただの人間に意志を変えられることはある。逃げられるかな。ダンク。やライメイ。油断した。万物を断ち切り。兵器迅速。タッダンク。兵器迅速。止水の矢。まるで影の。センスを開け。権限せ。矢橋はすでに下りました。
神里流。この世はまるで影のよう。諸行無常、我が名はドワクシンくんなり、もっとはじ。ライデンがただの人間に意識を変えられることはない。この世はまるで影のよう。失礼。何時の負けじゃ、エイ。ええ、私の負けです。どうして自らの民を、彼らの願いの力を信じてやれぬのじゃ。あれらの願いは距離や空間、さらには時間をも超え、すでに何人にも止められぬもの。それが何時が人間が前、しかし前にす、雷光がひらめく場所には影ができます。私は影、無双をもって稲妻の前に立ちふさがるすべての障害を取り除きます。しかし一歩前へ進むたび、何かを失っていきました。そして最後には彼女さえも失ったのです。あれらの事跡は今も雷王の木陰で語り継がれています。しかし失ったものがこの国に残した烙印は今なお燃え続けています。探しましょう。たとえそれが周囲の光だとしても、少なくとも私たちには今があるのですから。彼女はそう言いました。しかし必死に前へ進む国が天理を前にして全てを失ったのを私は見ました。雷光を保つためには時を止めるしかないのかもしれません。今とは儚い幻想であり、永遠のみが天理に最も近づけるのです。私はもう影ではありません。この身こそ意図尊き存在、天下を太平せしも、臣民に夢を与えると誓いましょう。未来永劫、不変の永遠を。天理、わらわにとっては皆目とにもかく。その言い方はあまりにも。しかしこの国は願いを失い、変化をであれば、巫女、未来永劫変わる。しかし何時。神の目です。人の寿命は、私はすべて。じゃがえい、私、何時は族、何百年もの間ここで。しかし前へ進まなければ、そんな孤独にた、わらわに花。ここは何時のいてあれば、私は数百年も、千個の木じゃから、あなたに会えたのやっと素直に認め、まったく。ですがあなたたちの計画に負けたからには、あなたたちの意志に従って。しかし永遠についてこの国
最初からその後ライデン将軍はメガリレーを廃止した。人々の願いはあやつの閉ざされた心の扉を開けたんじゃ。一心浄土以外にあやつは人々の目に永遠を見た。願いがひときわ強く輝いた時、神はその者に眼差しを送る。ある願いは痛みを拭い勝機をもたらし希望を呼び起こす。ある願いはたとえそれを持つ者の身が滅び魂が天に帰ろうと生まれた時と変わらず真摯に熱く燃えゆく。そう永遠に。将軍の一心浄土で何メガリレーが本当に廃止になるなんて。そうなのか。さっきミコがオイラたちのことを呼んでたぞ。お礼を言うためかな。これはこれはお前が呼んだんだろ。上ミコも気分がいいみそうじゃ。長年ところでその後聞いた正面から宿女を倒すとは何時の。まあともかく勝ったならそれでよ。やっとファデュイの計画を。少なくとも今回は神の心を。待て神。それは駒のようなものでは。そうだぞ。ミカも見たこと、うん、どうしたんだ。あれならわらわがさ。え、そうでなければいかにして。残響は今やファタスの代。わらわは自らの命をかけて戦うような性格ではな。もうエイが人形を作ってから かつてエイと最も親しくしていた友であるわらわにエイはその神の心を渡したんじゃ。鳴神大社に保管させるためにな。あやつはもともともう神の心の力を必要としておらんかった。あやつによればもう天空の島とは連絡を絶っているそうじゃぞ。であれば神の心は争いを招く無用なものに過ぎぬ。そんなものと計画の核心となる人物を引き換えることができるのなら割のいい取引だと思わぬか。結果から見ればわらわの儲けじゃな。そう言われるとそうだな。おい、はあ、仕方ないな。もう今さら取り戻せないみたいだし過ぎたことを考えても意味ない。そういえばミコまだオイラたちを呼んだ理由を聞いてなかったよな。お礼のためじゃ。本当か。ナンジラがテイワット全土をお礼としてこの先何か聞きたいことはあるか。すまぬ、それについてはわらわもさ。じゃがもしナンジラがエイはナンジラがあったという神の特徴と異なるだけでなく、それはよかった。さもなければ雷神の眷属としてわらわたち安心しろ。オイラたち、お
何時らが何時の妹の痕跡については何か情報を手に入れれば何時に通達しよう。稲妻の後はそうじゃな。スメールか。これまでにもたくさんスメールの学者には。うむ、スメールは知恵の神を持つ。じゃがその執着はと、スメールでは知識が。うむ、じゃがその決断をしたのが賢者たちか。クラコサなり。お、知らぬのか。何時らも彼女に確認したいことがあるんじゃろう。うまくいっそうか。わかった、大事にとっておく。わらわはてっきり何時がそれを胸の。誰がそんなことする。まあそうか。じゃ何時にとって願いとは浮世も正解。何時に神の目がな。これからの旅で。無事でいられますように。戻れ。兵器神速。ようこそいらっしゃいました。旅キャサリン、こんにちは。何か依頼はあるか。はい、実は今朝早く神社へおみくじを引きに行ったんです。キャサリンが神社におみくじ。あ、いやそこじゃなくて。それで。さあどうでしょう。ただこの期待感が胸にある限り誰と会っても嬉しい気持ちになれそうです。はあ、オイラたちよ。ああ、だって、その落ち込んだご様子。あや。ええ、それで。え、詳細について。おう、わかった。はい。はした。